アベル・ガンスは、フランスの映画監督、脚本家、俳優。フランスのサイレント映画界における名称で、ヨーロッパのグリフィスなどと呼ばれた。1889年10月25日、パリに、医師の父、アベル・フラマンと、母、フランソワーズの息子として生まれる。学校中退後に弁護士事務所の事務員として、働いたが、演劇に魅了され、 19歳の時に俳優としてブルッセルで初舞台を踏んだ。この時にブレイズ・サンドラールと知り合っており、後のガンスの協力者となった。1909年パリに戻ったガンスはレオン・スペレ監督のモーリターで俳優として映画デビューを飾り、シナリオを書いて拷問に売り込んでいた。1911年友人らと制作プロダクションのルフィルム・フランセを 設立し、ラジグエで監督デビューした。しかし、劇作家になることを望んでいた、ガンスは再び舞台に戻り、サラベルナール主演の悲劇物の,の台本を書くが、上演時間が5時間もあるという理由や第一次、世界大戦の勃発により実現しなかった。ガンスと、アルティールをネげる1915年、フィルムダール社に、脚本家として採用され、アークル城の惨劇を監督して、 工業的に成功を収める。同年にチューブ博士の狂気を監督。あるマットサイエンティストが空間を歪めてしまう小薬を発明して一致騒動を起こすというコメディ映画で、大免許を使って歪んだ映像を作り出しているが、内容もぐだぐだなために会社に公開を差し止められている。他にも実験的な試みに満ちた作品を作っていき、1918年の 第10公共局などの作品は工業的に成功している。1917年、第1次世界大戦に召集されて、毒ガス製造工場に配属されるが、結核を患ったため除隊された。その戦争の経験をもとにある映画の構想を立て、パテ社が出資を承認。再び従軍し、プロパガンダ映画を作ることで、映画班に配属して、撮影を行う。 そうして制作された映画は1919 19年に戦争と平和という題名で公開された。上映時間は3時間もあったが大ヒットした。1923年、鉄路の白バラを発表。フラッシュの技法による極端に短いショットが次第に速いスピードで交互にカットされていき、最終的には1コマ単位でカットされていくという加速的モンタージュでリズミカルな。 映像効果をもたらし、後の映画作家に多大な影響を与える映画史に残る名作となった。1927年、上映時間12時間に上る歴史的大作ナポレオンを発表。3台のカメラで撮影された映像を3面のスクリーンに映すトリプルエクランという方法で上映し、ガンスの名声を確立したが、工業的には惨敗する。1934年に、 ステレオ音響によるサウンド版を制作しており、以降も何度か新しいシーンや音響を付け加えた改編版を作っている。パリにあるアベルガンスの墓1953年第6回カンヌ国際映画祭で審査員を務める。第二次世界大戦後も息の長い活動を続け、1963年のシラノイディー・アータニエンが映画監督としての最後の作品となり、 その後に2本のテレビ映画とナポレオンの改編版を手掛けた。1981年11月10日、パリで結核のため亡くなった。1980年にケビン・ブラウンローの尽力でナポレオンが再掘りされ、翌年にフランシス・フォード・コッポララの公演で世界各国で上映された。この映画で特に目立ち、批評家から称賛された技法はフラッシュバックだった。 ガンスはグリフィスの発明したカットバックの手法を極限的に複雑化して目にも止まらぬフラッシュのように操った。アベルガンスの天才肌の完全主義と古代妄想すれすれの巨大趣味はナポレオンにおいて完璧な結晶を遂げることになります。フランスのサイレント映画の持てる表現力とエネルギーを凝縮した傑作であり、おそらくグリフィスのイントレランスに匹敵する。 ただ一本のヨーロッパ映画と言えるでしょう。ありがとうございます。